ジュリ・アルベアル・オレフエラは、コロンビアのバジェ・デルカウカ県、ハムンディ出身の女子柔道家。最初は、バレーボールや陸上競技に取り組んでいたが、14歳の時に、柔道の指導者に素質を見込まれたことがきっかけで、柔道を始めた。2007年には、パンナム選手権の7 0ラム級で優勝するが、2008年の北京オリンピックでは7位だった。2009年には、 明治大学出身の早川則幸が指導者となった。早川によれば他の選手と異なりあるべあるだけは時間を厳守して練習も休まずに疑問に思ったことは次々と質問しに来る熱心な選手であったという。まだ試合の駆け引きには疎い側面があったものの原石と呼べる存在であった。ただ世界選手権まではそれほど時間がなかったことから 日本式のオーソドックスな柔道スタイルではなく、アルベアルが得意にしていた装手狩り、靴気筒、肩車などを徹底的に行使する指導が行われた。また、対戦相手を混乱させるため、相手とは喧嘩四つになるような組手指導も行われた。その結果、世界選手権ではオール一本合致して、コロンビア初、南米女子としても1984年の世界、 選手権 61kg 級で優勝したベネズエラのナターサエルナンデス。2003年の世界、選手権 63kg 級で優勝したアルゼンチンのダニエラ・クルコーエルに続く史上3人目の世界チャンピオンになった。2010年はパンナム選手権で膝を負傷した影響もあって世界選手権には出場しなかった。2011年の世界選手権では初戦で敗れた。 2012年のロンドンオリンピックでは準々決勝で世界チャンピオンのリュシドコスの内股で敗れたもののその後の3位決定戦で中国のチンヒを技ありで破って銅メダルを獲得して柔道競技でコロンビア初のメダルを獲得することになった2013年の世界選手権では2度目の優勝を飾った2014年の世界選手権では決勝で 日本のルイラ、カレンを小内狩りで破って2年連続3度目の優勝を成し遂げた。ただし、これだけの実績を残しながら、コロンビア政府からは満足な金銭的支援を受けていない。そのため、2014年からはミキハウス所属の選手となって、その支援を受けながら3ヶ月に一度は来日して、帝京大学や山梨学院大学などで稽古を積んでいる。 世話をしてくれた松本薫や打ち込み、相手の様田優位とは仲が良いという。2015年の世界選手権では3位に終わった。2016年にはパンナム選手権で優勝するが、ワールドマスターズでは3位だった。リオデジャネイロオリンピックでは決勝まで進み、日本の立本かに合わせ技で一本負けを喫したものの、銀メダルを獲得した。 2017年のパンナム選手権では優勝した。2017年の世界選手権では準決勝で、荒井千鶴に技ありで敗れて3位だった。2018年の世界選手権では準々決勝で、荒井に敗れるも3位になった。2021年2月には現役引退を表明した。今後は更新の指導に当たるという。ありがとうございます。